どうしたんですか急に。ほら私ってさ、耳も2つしかないし、ゴミも普通だから。ペコペコペコ。いや、ペコラが特殊なだけっすよ。それならワタミがプロデュースするよ。ソラちゃん聞いて。十分だと思うけどな。くそ、くそ。憎しみを込めながらティッシュを取る時のソラです。何させてんだよ。まだ足りない。なんかへそって邪魔だな。これぞ引き算の個性。どうしよう。じゃあ私と漫談しよっか。お前が変なことさせるから。私ツッコミやるから分けてみて。角巻きはタメです。この角クロワッサンだったんですよ。モノマネします。ドラミングするプテラノドン。お前羊やないかい。どっちもどっちや。ソラちゃんもう十分個性は。ううん、この程度じゃダメ。もっと見聞を広げないと。こんなとこに。ああ、君許可は取ったのかね。許可？弾くには申請が必要なのだよ。野生のピアノは絶滅危惧種だからね。そっか。なら私が保護しないと。ご支援よろしくお願いします。みんなピアノのために、ピアノはみんなのために。これじゃ足りないな。何か他に。そうだ、私がピアノになればいいな。ソーラー。このピアノ調律甘くねえか。ごめんなさい、私相対音感しかないの。まったくダメなピアノだね。えい。いや個性すごいやん。